お疲れ様です。そうです。寝癖です。先輩です。今日はハンバーグ作り。ということでね、今日なんですけども、ハンバーグ、ただのハンバーグじゃありません。先日ですね、マックのサムライマックっていうね、有名なハンバーガーがある。美味しいやつや。通称デブのハンバーガーっていうのがあるんですけど、うん、サムライマックの炙り醤油のやつ、味のやつがあるんですけど、それのね、トリプルが出たんですよ。トリプル肉厚炙り醤油みたいなやつ出たんですけど、最高じゃん。ちょっとこれに当ててください。あれ、それをね、なんとこのデブ、食べ損ねました。え俺、あの炙り醤油のやつめっちゃ好きなんだよ、サムライマック。あれうまいよね。食べよう食べようと思って、気づいたらチキンタッサンだった。コナン君が、真実はいつもタツだみたいなこと言って、しょうもないこと言ってないから返せって思ったんだけど、本当にね。そう、なんで、もう料理系 YouTuber 作るぜ。おい素晴らしい。ということで買ってきました。ひき肉、だいぶね、量がまず今回ですけど、トリプルなんで、パティをね、3枚作るのを、後ろにポンと作れるんで、9枚作ります。すげえ量になる。すげえ量で、9枚作って、まず挟んで食べてやろうと。最高です。で、ちゃんと色買ってきたんですよ、うん、ピクルスとかも買ってきたね。ピクルス、あー、最高ですね。ピクルス、あれ、玉ねぎはこんな感じ。玉ねぎ、そうと、ちょっとね、パンなかったんで、ちょっとピタッ、これだけちょっと勘弁してください。ということで、作っていきます。じゃあ、先にね、切るもの切っちゃおうか。しましょう。まず、ピクルス。これね、市販のやつと、なんか違うのかな。どうあの、マックのやつ。ああ、どうなんだろうね、確かに。これなんか、スイートタイプじゃないですか。マックのも若干、甘さあるけど。あ、でも、マックのピクルスっぽい。あ、うまそう。こんな感じです、うん、これを2つぐらいでいいかな。これはね、そんなね、入ってないんです。あ、1本でいいかな。3人分だから、まあまあ、こうやっていいよね。全体にいきましょう。ちょっとね、横身にされしたかったね、こう、うん、ちょっと長めにね、うん、そう、ハンバーガーってね、どっから噛んでもこう食材を感じれるやつの方が確かにいいですから。うん、あ、うん、美味しい感じする。うん、これは何か分かる。美味しい感じするね。美味しいわ、絶対、うん、あ、これでもう3人分全然良いでしょ、うん、で、そうそうそう、玉ねぎ、はい、まあ、これも何もついたら十分でしょ。あんまり入ってないんですよね、あれ。あれ、あんまり玉ねぎ入ってないんですよね。そうそう、本体では、いきますね、うん、ちょっと半分、ちょっと難しい。このぐらいのざく切りの、ざく切りの方がいいかな、に。お、味っぽくなるかな。あ、いいんじゃないですか。よし、これね、ちょっとだけね、辛いと思うんすよ。あ、ちょっとだけね、レンチンする。レンチンね、ワンポイント、ワンポイント、ちょっとだけね、飛ばしたい、あの、熱を。じゃあ、辛さを、海苔の横着クッキング。むずいな。よしよし、やべ、めっちゃちゃんとハンバーグ作ってるよ。これ、ダラミしたわ。ダラミしたの、通帳、僕らの、うん、通称なんですけど、俺らにしか通じないと思うんだけど。最近の近況ですね、届いてたんですけど、すいません、申し訳ございません。動画出しなさすぎ。そうね、ちょっと反省しよう、ほんとに一回、うん、僕ら、バイセンも、え、反省しよう、ほんとに。そうね、ほんとにね、ごめんなさい。まあね、予定がいろいろ入ったってのもあるんだけど、もうそれはね、言い訳に過ぎない。あのね、めっちゃやる時間あるなと思いながら、俺、宝石の国読んでた。そう、で、スラムダンクもね、ちょっと読み直しちゃったりとかね、ちょっと余計な時間を過ごしすぎたんで、ちょっと反省してます。そう、ちょっとこれがいつ出るか分からない。やるんで、許してください。ちょっとお待ちいただけると。お待ちいただけると。すいませんでした。なんかね、ダメだわ。やっぱ、タイだ、な、人間。ということで、再開するんですけど、なんで、これね、ゴールデンウィーク最終日に撮ってるんですけど、最近の近況といっても、ちょっとゴールデンウィーク、ちょっとパン空きみたいになってたけど、ゴールデンウィークの話題しかないんですけど、ゴールデンウィーク何しました？ゴールデンウィーク俺はぶっちゃけ副業と仕事三昧だった。へー、主に副業なんだけど。副業って何やってるの？だからこれピー入れるけど、うん、あれまだやってるんだ。そう、あとカメラで一応写真撮って、それ編集して、なんか公式でグッズ化したりみたいなのいろいろやってたんだけど、その辺が全部入っちゃってるみたいな。大丈夫、大変だった。ゴールデンウィーク、うわ、いいですね。
これだからあれですね、これはあの料理のあれに戻るけど、うん、粗挽きと普通のひき肉を、うん、そう混ぜ戻れば食感を出すという感じでいこうかなと。確か塩って結構きつめにやってよかった気がするんだよね。うん、塩コショウはちょっとうまさなんで、ちょっときつめにいきます。あのマックで働いてた私から言わせていただくと、うんうん、塩は焼いた後に最後にパシャってかけるんですよ。へぇ、あの塩コショウですけど、うん、このタイミングでやったのにパティの中には一切入ってないと。そんなことないしてても多めに入れても、いや確か入ってなかった気がするけど。あ、そうなんだ。じゃあ原材料になかった気がする。マック超えちゃうの。多めでいいですけど、いやパティなんて絶対多めがうまいもんな。塩とか確か粘り気つけないといけないから、粘り気ないんだよね。で僕らのこいつでおばあちゃん。えらい入れます。でこれ入れてマスクなんないもん、うん、ちょっとじゃあ白胡椒も入れてきます、うん、ケンタッキーの、はい、これねめっちゃいい。あ、そう、めちゃめちゃいい。じゃあ入れますか。入れますか。大丈夫だよ。唐突の不安になる。じゃあ混ぜます。はい、大丈夫でしょう。まずこれ、ね、これは混ぜが難しいよね。あー、あんまりこう粗挽きがあるからさ、うん、混ぜすぎちゃうとなんか損なわれちゃうのかなとかいろいろ考えてる。まあピンチになった部分あるから大丈夫か。でもやっぱこうまとまり感ないとボロボロしちゃうやつになっちゃうんで、その辺はちょっとちゃんと食べていきます。じゃあパイセンはもうほんと仕事何枚だったんだ。仕事三枚でした。あと家探し始めました。ああ、はい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 、はい、あ、僕実家暮らしなんですけど、はいはい、あの出ますわって話して、子供も子供じおじさんね。そう、子供親父さん子供じね。だったんで、でゴールに入る前に、うん、仲介会社に連絡して、はいはい、こういう条件で探してくれって言って、うん、なんかここら辺ならどうですかってその立地だけ一応聞かれて、答えてみたいな。なんか僕部屋探しってなんかあのネットでやるイメージだったんですね。違うんですか。あ、じゃあネットというかそのなんかね、多分有名なんですけど、うん、その不動産のインフルエンサーみたいな人がいて。不動産何？インフルエンサー、TikTok、はいはい、とかあの YouTube のショーツとかで多分、はい、内見のやつを上げてる人。あ、そうそうそう、はいはい、に一回ちょっと連絡してみようと思って、うん、おもろそうだから、うん、その人に連絡して探してくれっていう、うん、へので、なんか今度8日かな、うん、8日にまたあの家探してきましたっていう連絡が来る。へえ、そこでだ、パイセンの家決まるかもしれない。どの辺に住むかとか、いろいろ考えてるんだけどね。楽しみにします。そしたら撮影場所がそこになる可能性もある。じゃあパティ作っていきます。お願いします。なんかこの紙で作るのがちょうどいいらしくて、まず給湯文書。そう、それから足りるよ。うん、これ1,2,3,4,5,6,7,8 かき集め。え、ちょっとね、ちょっとずつ多そうなんですけど、このサイズ感は目分量なんでもお、いいんじゃないですか。大体こんなもんでいきましょうか。大体同じぐらいになったらこれで作ります。なんか作り方なんだけど、入れるよ、なんか丸めて、なんかこう丸めて、うん、こういう感じで作った。さっきね、ゴールドになりました。あー、でもぽいぽいね、ぽいね、ぽくない？かなり。おお、なんか、切る。おお、センスセンス。マックで見たことある、これ。これぐらいのサイズで全然十分だよね。うん、パティいいじゃん。これあのピッピターのサイズと合わせなきゃいけないかな、多分。ピッピターでかもうちょい行く？もうちょい広げるかな。もうちょい広げるかじゃ。いつかちょっと。もうハンバーガーって結構膨らむからな。こんなもんすか。いいですね。あ、いいんじゃない。これをもうして。でか。え？でか。怖い。おお、いい。急に触れるもんね。なんだ、やべ、めちゃめちゃ集中しちゃった、やべ。で、僕の話からさ。なかった。え？帰ってた。実家に彼女と遊んでた。で、後半は実家に帰ってて、で、実家に帰った時に編集しようと思ったんだけど、予定なんか何もなかったから、マジでマジでやんなかったわ。マジで怠惰だった。本当に何もしなかった。切り抜けちゃうのかね。え、実家帰ると切り抜けちゃうのかね。なんかね、ダメだわ本当に。人としてこれが2位とかってなった。どういう過ごし方してた。いや、マジで朝早く起きるは起きるけど、うん、食ってダラダラして夜になって生活してた。本当に何も産んでなかった。まあ、ただ、うん、その地元の友達一日だけ遊ぶ予定があって、
うん、そこは普通に楽しかったかな。いや、なんかワンチャンなんだけど、なんか俺その一人がね、友達の一人がね、あの先生やってんの、学校の教師、はい、3人持ってるんだけど、クラスでなんかそのこういう人生ありますよみたいな感じでなんかちょっと話してくんない？どういうこと？でその社会、その受験期を迎える中、はい、中学生に講演じゃないけど、うん、なんかちょっとお話ししてくれないみたいな依頼がワンチャン来るかもしれなくて、でよかったらむしろやってみたいなのだったんですけど、ちょっと中学生は説教垂れてくるかもしれない。中学生で6月にそういうイベントが発生するかもしれない。じゃあ行きます。結構大きめに言えたのね。いや、その話してほしいっていうのは、うん、どういうこと話すの？いや、普通にそのどういう人生だったかみたいな。あ、なんか高校受験ももちろんそうだし、その大学受験とか社会人になってその何してたかとか。で僕さ結構さぶっちゃけさ、まあその全員同じだからだけどさ、結構パッと聞きはさなんか引きあるやん。ちょっと答えづらいけど、そうね、そのなんだろう、こういう仕事やってましたっていう時に、うん、えってなるやつじゃん。あ、なんかそのネームバリュー、香川さんのネームバリューとかも含めて、そうそうそう、なんか割とまあ興味引かせるような、そう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 、目指してる人は置いといて、うん、一般的な仕事ではないじゃんあまり。そうね、うん、だから結構面白いんじゃないかなと思って。ああ、まあそこからの転身も含めておもろいかも。そう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 、結構僕の人生おもろいですよ、出てて面白いと思ってくれたから、そういう頼んでみて、そう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 っていうのも含めてね、やってくれます。うまそう。めちゃめちゃ油出るね。ちょっと予想以上に油出てる。なんか縮んでるな。ね、僕にしてよかったな。めっちゃ油出るよ。いや、これ油引いてない。牛と、あの合い引きだけ豚入ってるやつ。やべ、パー、すげえちっちゃくなっちゃった。まあまあ、三分の中でしたから、すげえちっちゃくなっちゃった。引くたせた。うん、ちっちゃっ。だいぶ縮んだね。だいぶ縮んだね。なんかパンパンだったのに。今面白そうなイベントがあるんですけど、うん、朝は特に何もないな。あ、あったわ、2個、あの2個あった。キンキンの話、うん、1個、帰った時にね、なんかまあ親にさ言われるじゃないですか、うん、分かんないか、その一緒に住んでると、なんか最近どうみたいな、俺の中に、うん、彼女できた2人があるんですよ。親にね、彼女どう聞いた時に、でその何か説明しよっかなって、まあ、全部遊びじゃないけどね、うん、ね、妹がね、あーねみたいなこと言い出してってやって、だって言ってたじゃん、動画でとか言うから、あ、こいつ動画見てる。家族に動画見られた。そう、この前のあの僕のあのこの中に彼女が誰かできて、また新しく彼女できたやつが一人いますみたいな動画、あのめっちゃ見られてた。で、筒抜け、全部あれでもう全部言ってる。全部言ってるじゃん。そのちょっと正直妹に話すようなことじゃないことも言ってるじゃん。そうね、全部見てるわ、あれ。あいつあれ、家族に見られるのあれちょっと恥ずかしいよね。いや、その寝癖系は話聞いた感じだと、割とその親もなんかオープンなこと話すというか、あ、そうだね、うん、割と深いこと話すタイプらしいんですよ、うんうんうん、にしてもよ。にしてもこの間の話はちょっと深すぎたね、うん、ちょっとね、っていうちょっと反省を踏まえた。でも進捗はご報告していきましょう。そうだね、まず進捗は、あの、なんもないっす。かもなくかもなくですよ。だからまた、まあ、動画で何かあればね、言いたいと思ってます。それがまず1個目。そうね、最高です。ちょっとしたくなっちゃったね。ちょっともうちょい反省して、次も来るで、紙に作るというか、あの紙に作るし、ちょっともうちょい潰しながら頑張ろうかな。なんかめっちゃ油出るよね、すごいね。この量の油出るなら潰しながらやばそうな気がするな。なんかね、ちょっとあの失敗作はポンとするかせり。ちなみに、あの妹さん多分見てると思うんで言っておきますが、割と危ないとこを2カ所ぐらいカットしてます。あれですら危なそうなとこ2カ所カットしてます。ナイスだぜ、本当に。また作ります。作りながら話すよって話だと思う。難しいさっき聞いたけど、うん、あの唐揚げ作ってよって思ってるでしょ。あ、そう実家の時もね、そんなダラダラしてんなら唐揚げ作ってよって言って、まあちょっとそのうち作ってあげるか。すごいね、家族に言われるぐらいうまそうに見えてるな。そう、それちょっとなんか嬉しい。うん、実際友人とかに作ってるしね。あ、そうかそうか、うん、たまにね、ショーツで、そう、たまにショーツでね、くるまってるやつショーツにしてたりするからね。これちょっとなんか、この仕事聞いてすんだ。よいしょ、いいんじゃないですか。ええか。
さっき一番でかっ。もう一個なんですけど、これはマジで本当に今日の話です。今日はい、うん、もうすごい自分にイライラした話なんですけど、うん、あの最近ね、そのシャンプーがなくなったんですよ、はい、いつも使ってた。でゴールデン行く前に買って、ゴールデン明けに使おうと思って、うんうん、シャンプーを買っといたんですよ、アマゾンで、うん、でね、まあ、ついでだからっつってなんかちゃんと調べて、なんか YouTube とかでおすすめになってるやつを、はいはい、セットじゃなくて、ここのシャンプーとここのトリートメントとここのヘアオイルみたいな、ああもう全然別々のメーカーというか、別々でね、ブランドのところを、うん、そう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 、はい、をなんか勧めてるのがあったから、まあ、じゃあ試しにこれ使ってみようかなと思って買いましたよ、うん、Amazon で、今日届いたのを見てもうねびっくりしました。まず届いたのがね、シャンプーヘアオイルヘアオイルだった。買ってもちゃうじゃん。シャンプー、買うもの間違えたからね、トリートメントヘアオイルを買おうとしたのに、うん、シャンプーヘアオイルヘアオイルだった。だからヘアオイル2個買ってシャンプートリートメント買えてないじゃんと思うじゃん、うん、違います。え、どういうこと？と思ったでしょ、うん、違います。実際買えてたのはヘアオイル1個だけでした。何かっていうと、トリートメントを買おうとしたメーカーのシャンプー買ってた。あ、でも買おうとしたシャンプーとも違うシャンプーだから3個買ってちゃんと買えたの1個しかなかった。俺イライラし、自分になんかこいつヤバってなった。何やっとんねん。そう、キモってなった一人で。そんなことある。でしかもまあネットで買ってるから、まあそれなりに、まあ、めっちゃ高くはないよ別に、うん、ただ1500円とか。ああ、でもいいんだなんですよね、うん、シャンプーとかにしては。シャンプー、その市販とかよりはまあ倍ぐらいするじゃん。うん、買い取ってくんね。めっちゃ嫌だよ。どのメーカーかもわかんないし。いやでもなんかその一応そんな変なところではない、うん、けどなんかその一応萎えちゃったから、ちょっと後で配線とかに売りたいなって思ったけど。まあいいやつだれば買いますよ。ちょっと判断してみてください、はい、したら僕はそのお金で買い直してるんで。なんか30代のおすすめのやつと20代のおすすめのやつがあったから。30代に、30代は俺だから。そう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 、それが30代におすすめされてるか分かんないけど、もうとりあえずその、まあ、髪質的に、うん、くせ毛だじゃん俺ら、ちょっと似てると思うから、よからばここで買い取ってもらえるとさせていただきます。入る、入ります。すごい大きさになってる。いいですね。うまいこれ。上手ね。器用。器用。ちょっとこれ形ができるまでちょっと放置しよう。ちっちゃいハンバーグみたいなってこともある。あれマップルまであんな感じよ。これ？うん、これぐらいサイズ？うん、あのハンバーガーとかね。ああ、はいはいはい。でちょっと膨らむんだね、やっぱパーティーってね、うん、縮んでね。あ、来た来た来た、縮んできた、縮んできた。やっぱ油すごいな。あと縮んで、すげえ縮んできた。これでもあ、すごい、めっちゃ縮んできてる。理想を伝えすると、むずい。マックは、もうずっと常にこの押し付けながら、うん、上からも下からも、ね、縮まないようにね、多分ね、あれ、うん、ほっとするもんね、あれ、うん、だと思う。こうやって、すぐ出たし、うん、いや、縮むね。縮むね、めっちゃ縮むね。押さえてるけど縮むね。今はちゃんと作る、頼みやすいんだ。前回ノリで作ってた。うん、まあ、メイクして。そう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 。あの、動画で一回見たことあるのは、うん、その、ポンって押さえやった。ああ、はいはいはい。あの、バレンみたいなやつ。うん。それで肉が熱たのみたいな。こんな縮むんだっていう。今めっちゃ慣れてるね。こんな、えめちゃめちゃ慣れてる。すげえ使ってるんだ。ライフを張ってるみたいなさ、肉の油だからさ、アルミホイルとかで包むやつが使えるさ。ああ。それはもうちょっとやったら OK だね。うん。でもさっきよりちょっと上手くなってるんだよ。うん。大きさもだいぶいいんじゃない？大きになってるんだ。むずいわ。ハンバーガー膨らめるのも悪いかも。確かに。ああ、面白そう、それ。あんまいないよね、多分。ちょっと、これからハンバーガー作ります。難しいですね。いやこの量ってことですよ。うまそう。油ピタピタ。油やばいな。油やばいな。まあ置いときゃ多分俺の話に戻るんだけど、はい、最近家電めっちゃ見てて。家電？家電。はいはいはい。そのだから家出るからさ。ああ、はいはいはい。家電めっちゃ見てて、うん、これだけはこだわっといた方がいいよみたいなやつある。なんかバカ高いけどみんな言ってるのはドラム式洗濯機はいいってみんな言ってる。名前言っちゃうからピー入れるけど。
クソ見てたわドラム式洗濯機買ったやつで高すぎて後悔しましたって言ってる人聞いたことない。そうなんだ。でも高いんだよあれ。30万するもんねあれ。安いのでも14万とか15万する、だったらなんかその倍ぐらい出していいのを一回買って、っていう方がいいと思うけど、あのね一個だけねちょっとね注意がありまして、洗濯機ってね壊れるよ。それね壊れやすいって聞くのよ、なんかレビュー見てたら。それだけ心配なの。洗濯機ってね結構ね僕はまだ壊してないけど、あのねみんな壊してる。みんななんか修理とか出してるの聞く。なんか3年とかでさ壊れて、そう笑えないからねマジで泣いちゃうよ。でしかもその一人暮らし初じゃん、なんかその洗濯機の数とかもちゃんと知ってからの方がいい感もちょっとあるよね。そうね、ドラム式やったことねえしな。あとはね、なんだろう、コメントでもちょっとみんな教えてあげて、その配線に。コメントください。あのね、あれだけ見たのよ、兄ちゃんの中ライフハックみたいなやつ。食洗機とドラム式洗濯機は、もう生活が変わるって言ってた。どうなんだろうね、食洗機。食洗機は結構、賛否ある気がするけどな。だってなんかめっちゃ邪魔だしね。スペース取るのね、みんな言ってたね。あとなんか結局、なんか手洗いもしないといけないイメージはある。その、弱洗い。弱洗いがあるし、あとあの、あれ。油結局そのなんかきつめの油とかは自分で洗わないとやっぱしんどいし、みたいのは聞くけどね。まあだからその人のね料理のとかその食べるものによっても変わるかもね。あそう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 、それ結構でかいと思う。あとなんかそのキッチンについてるんだったらまあそれは使えばいいじゃん、けどわざわざその外付けを買うかっていうと僕はあんまり買わないんじゃないかな、自分がもしお金あったとしても。一人暮らしぐらいの人はその食器とかだったら別にもう自分で手洗っちゃった方が楽っていう人。まあそうだね、それもあると思うし、まあなんかそのだったらそのお金でドラム式洗濯機買った方がいいと思う。ドラム式いらないかな。あと粗挽きいらなかったかもな。なんか粗挽きが脂肪多い気がするね。油身が入ってるの、油身が入ってるのなんか粗挽き台の人から見てる感じね。だからノーマルが一番美味しいかも。油もうまいんでいいんですけどね。今後まあこれでしっかり残ってくれたらだいぶいい感じですよ。だいぶいい感じに入れた意味あるよね。普通の人ってさ、ハンバーガーとかさ家で作るのかな。作んないでしょ。みんなマックとか行くの。さあ俺もう一個あったわ、あのちょっとショックだった話というか、このちょっと本当流行に乗ってるようでおじさんのくせに申し訳ないんだけど、渋谷にさ、あの韓国から来た、マックの土地に韓国から来たハンバーガー屋ができて、勝負みたいなやつ、チキンバーガーがメインのできて行ったのよ。なんかめっちゃ特集されてるし、行列できてるから。チキンバーガーの店、チキンカツかなあれ。行ったんだけど夜入って空いてたからね、そんなにだった。なんか上の階でなんかおじちゃんがめちゃめちゃ若者にブチギレして、店員がめっちゃ謝って、どういう状況と思ったけど、微妙なんだ。出たね、若者がいっぱいいたよ。微妙だった。なんかね、そのチキンカツに俺ピクルスいるのかっていう話とか、なんかソースがあんまチキンカツあってなくねっていうのと、あとポテトがなんかケイジャンフレーバーみたいなやつだったんだけど、あんまポテトは合ってない気がするなと思って、なんか全体的に。なんか中途半端だなと思って。で、一応、その人気メニュー頼んで、形式的には、その、席に座って、一応頼むのよ。マックだとさ、席持ってきてくれる。だからね、あの、呼ばれて取りに行くのよ。一回までわざわざ。これ何と思って。でもなんか店員は、その、フロアにちょこちょこいるんだよね。そしたら運ばせるよ。運んでくれないんだと思って。まあ、それもよくわかんない。そういうおじさんからの、おじさんからの、なぜ流行ってるのか誰かコメントで教えてください。渋谷、渋谷のなんか黄色い看板のハンバーガーです。すごい。ハンバーガーね、欲張ってる感あるね。欲張ってる感あるよね。いただきます。こっからいきますよ。まずこれでパンに乗せる。よくね、焦がし醤油作りたいんだよね。ああ、ソースね、ソース大事って言うからね。本当にね、ソース作ります。あれ何入ってんだろうね、焦がし醤油。醤油とニンニクだけいけない気がする。醤油とニンニクだけ、いかついソースだね。醤油と、みりんぐらい入れとくか。胡椒とかみりんと料理酒、ちょっと味の素と胡椒。いや、胡椒はもう振ってあるから、あとニンニクね。
やべ、これ生姜だ、やばい。ボンミス、ボンミス。生姜も入ってるかもしれない。生姜も入ってるかもしれないから、生姜ちょっとだけ入れとこう、イメージ。あ、もう取れなくてちょっといいや。ニンニク、3年一応クリアするのはみんな大体自信してるけど、3年働けばみたいなやつね。よし、これはちょっと煮立たせていただきます。で、それでパン切ろう。パンって、マックだと焼いてる？焼いてる。あ、ただまあ、あれはセサミだよね。あ、セサミだね。絶対食うな。別にセサミ求めてるわけじゃないんだけど、ピザの時点で全部違うから。そうな。いや、でもちょっと切るのが、ちょっと強いぞ、こじと。こう、これの塩を入れて。味噌だな。もうおはよう。めっちゃ似てるの見てた。めっちゃ違った。皆さんはゴールデンウィーク楽しみました。本日から何してたんですか。まあ、さっきなんか俺とやってる時もなんかこれ後でいっかみたいな。あ、俺ね、最近ダイエットしてるんですよ。あ、僕もダイエットしてる。夜炭水化物を取らない。こう、素晴らしい。ダイエットしてまして、うん、これ本当によろしくないですか。まあ、あの昼間は俺は気にしない。あ、もう昼間と人に会ってる時は全く気にしないっていうルールのもとやってるんですけど、はい、仕事柄遅くなるんですよ、はいはい、飯が。そうね。なんでそれは良くないんだろうと思って、はいはいはい、ご飯をね控えるようにしたんですけど、はい、鶏むね肉をサラダチキン風に茹でて、はいはいはい、冷凍しておいて、でそれをあのご飯食べるよってなったら、おかずは実家であるんで米をそのサラダにするみたいな。ほう、千切りのキャベツに鶏むね肉乗っけて、あとコチュジャンと納豆、めかぶ、ゆで卵で食べるっていうのが非常に美味しくてですね、はい、なんと私先月体重測りました。80キロありました。見えなくない？見えない。80あったんだよ。え、だって何キロ？俺今83。同じぐらいってことでしょ。僕は今 75g 落ちてきて。素晴らしいじゃん。76ぐらいかな。すごいね。でもどこに会ってどこに消えたのかちょっとよく分かんない。でもあれじゃ、俺らと会ってない時でしょ。うん、4月の真ん中らへんかな。あ、でもね、多分変わったわけないよ、別にずっと。そうなんだ。なんかここに着いたなとか重いな体とかないんだ。まあ、まあ、ずっとちょっとぼやっとしてきたかなーがずっと続けるだけで、うん、あと私はですね、ゴールデンウィークは結婚式のコンテンツを作りました。ああ、はい。じゃあ痩せます。じゃあ完成形いきます。じゃあまず下にソース、ニンニク、ガーリック、焦がしソース、ソース。意外と伸びね。はい、そしたら、肉か。肉、肉1枚目ちっちゃ。2枚目、普通はこんな大きな感じが入れませんからね。2枚目、めちゃくちゃ嘘でしょ。やば、めちゃくちゃ嘘やんけ。ううやば。ううで、ケチャップ。です。うわ。うわ。で、玉ねぎ。挟んだら。やった。いいね。バカだね。いいですね。いいですね。うまそう。いきますよ。おぉ、ほぼ肉。イカチー。肉バンズ。イカチー。イカチー。うわ、イカチー。バンズイカチー。俺が9を出すから。これ9。すごいこだわりを持ってる。食べようか。手作りサムライトリプルビーフバック。いただきます。いただきます。いただきます。見てこれ。でかいよ、これ。やばくない？最高です。はい、いただきます。はい。めっちゃでかい。めっちゃ細かいぞ。めちゃめちゃ細いぞこれ、ね、え、マック超えたぞ。超えてるね。うまっ、うまっ、うん、すごいな。発明、発明、発明。ダラ飯でやるしなかったかもしれない。うん、めちゃくちゃうまいよ。やばっ。いいっすか、じゃあ、はい、今日のこのサムライトリプルバーグマックに合わせる飲み物といたしては、はい、こちら、デデン、黒色のやつ。おい、ありがとうございました。3対7で。いただきます。
切れそう。うますぎてね。うまっ。うめえ。いやさ、ちょっとさ、朝早かったからさ、飯入ってたのよ。あ、ピクルスめっちゃ大事だわ、うん。ね、チーズやっぱ3枚だね。うん、1枚とも多分肉に負けるもんな。うん、全部いるもん。ソースも完璧です。あの、焦がし醤油の、うん。安いよね。ニンニクと。もっと作ってもらったらいいよね。いただかれるうまさ。お腹いっぱいになるわ、これ。うん。食うのが早い。もうそれ、普通にめっちゃお腹減ってた。これサムネマックってさ、確か1個ちっちゃい頼んで900円とかするんだよ、確かトリプルって確か。うん。ハンバーガー1個、まあ、3個ぐらい作ればギリ500円ぐらい。そんなもん。もっと買えばね、もっと安くなるもんね。ピクルスが余ってるし。うん。ということで。汚ねえ締め。ちょっとピー入れてて。これはもう完全わかんない。全然わかんない。終わりや終わり。ということで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。全然喋んなかった。ただ単にハンバーグ作る動画です。それだよ。それもよく。ハンバーグ作る動画で誰が見たいんだよ。